正式リリース前に紹介、時間のない人のための統合版マインクラフトバージョン 1.20.70 アップデート情報をまとめ、なおプレビュー版の内容で紹介しているので一部実装されない機能もあるかもしれません。その点はご了承ください。アルマジロ、スポーンエッグ、狼の鎧、トライアルキーのテクスチャーの変更。アルマジロの脅威を感じる際の垂直方向の範囲が狭くなり、荒野のバイオーム全体で見つかるようになる。アルマジロがいると雲が逃げるようになるが、丸まっている時は逃げない。水中での浮きが良くなり、より多くのパーティクルを出す。赤ちゃんアルマジロが親に少し早く追いつくようになり、丸まった時に防御力が上がる。丸くなる時のアニメーションが変化し、たまに顔を覗かせる。新ブロック、宝物庫の追加。トライアルチャンバーのチェストが宝物庫に変わり、トライアルキーを使うことで開くことができ、報酬がもらえる。さらに、宝物庫はプレイヤーごとに1回回収することができ、誰かが宝物庫を開けた後でも、開けていないプレイヤーは回収することができる。新アイテム、ウィンドチャージの追加。ブリーズが放つ技をプレイヤーも使えるようになる。攻撃としても使え、自分を浮かび上げることもでき、レバーやボタン操作もできる。新モブ、ボグドの追加。毒矢持ちのスケルトンで沼地やトライアルスポナーから出現する。体力や矢を放つ時のクールダウンが普通のスケルトンよりも弱体しているが、毒矢を放つので厄介。新セレクター引数、ハズプロパティの追加。エンティティのプロパティのタイプと数値に基づいてターゲットを設定できるようになる。ダメージコマンドのスイサイドの名前がセルフデストラクトに変更され、葉っぱ焼き、ハーフブロックが独自の ID へと変わり、草ブロックの ID がグラスからグラスブロックへと変わる。リソースパックが適用されているワールドでも新しい死亡画面が表示されるようになり、モラン機能の実験が削除される。飼いならされた狼の体力が20から40に増加し、レベル1のスイートベリーの茂みで速度が落ちるようになる。激流トライデントで落下ダメージを軽減しない問題の修正に、青と黒のロウソクのケーキがおかしい問題の修正に、地球儀の旗のパターンの盾がジャバ版と一致しない問題の修正。今回はガバ翻訳ならず。以上、時間がない人のための統合版マインクラフトバージョン 1.20.70 アップデート情報をまとめでした。Thank you.